ここでは三角比の利用の要点について一緒に見ていきます。今回一番大切なことは三角比を辺の比で表して代入するということです。これについてね直角三角形の他の辺の長さを求めるにはの中で詳しく確認していきましょう。では行きましょう。直角三角形の一辺の長さと一つの角度が分かっていれば他の辺の長さも求められます。 例えばですねこの直角三角形において今 AC が6そしてここの角度が23度とわかっているときにですね他の辺の長さも求めてみましょうで、それはどうするかっていうと三角比を利用するんですね例えばこの状況においてサイン23度ってどこ分のどこでしたっけ というとサインの頭文字 S が教えてくれるんでしたね S の筆記体はこんな形ですですからここ分のここやったんですねサイン23度は AC BC 分の BC ですでそれがどうしたっていうとこの両辺にかける a c をしたらどうなるでしょうかっていうとここ a c かける a c が約分できて BC だけ残るんですねでこっちは a c かけるサイン2 3度となるとそれをひっくり返して書けば B C イコール A C かけるサイン二十三度という式が出てきてくれるんですね。で今 A C の長さは六ってわかってます。そしてサイン二十三度の値はこれ三角比の表を使えばいいんですね。三角比の表でサインの列を見ていって二十三度のところを見ると零点三九ゼロ七とあります。サイン二十三度は零点三九ゼロ七なんですね。 ということは BC イコール 6×0.3907 で求まることがわかります。ですからねこれを計算したら2.3442とわかるんですね。よって BC の長さは2.3442とわかるということです。じゃあ次ですね AB の長さはどうやったら出るでしょうか。っていうとうこれも三角比を利用するんですね。というのもこの状況においてコサイ23度ってどこ分のどこでしょうか。 というとこれもコサインの頭文字の C の筆記体が教えてくれるんですね。これは A C 分の A B だっていうことがわかります。コサイン二十三度は A C 分の A B なんですねで。これも先ほどと同様にですね、両辺を A C で掛ければ A C かけるコサイン二十三度が A B っていう式が出てきてくれるんですね。でこれはですね、さっきとは式の順番が逆になってますが、どっちでもいいよっていうことです。どちらも同じ意味ですもんね。 で今 AC の長さが6なんですね。で cos23° の値はどうなるかっていうとこれも三角比の表を使えば分かりますね。cos の列で 23° 度を探すと0.9205と分かります。コサイン23 0.9205はなんですね。ということは ab は 6×0.9205 で出るじゃないいかととうことですですから計算すればね5 5 2 3とわかるんですね。 このようにですね、三角比で表して、そして分かっているところを代入すれば、他の残りの辺の長さが求まるよっていうことやったんですね。はい、ということでここでは三角比の利用の要点について見ていきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。ではこの後は例題を使って、さらに理解を深めていきましょう。